どうも、トモヤテニスチャンネルのトモヤンです。チビナダルです。はい、今回 MJ はではなくチビナダルにちょっといろいろ聞いていきたいかなと思います、はい、チビナダル最近出演も増えてきまして、試合だったとかね、そうです、出演させてもらいました。で、何よりもう見てわかるんですが、まあ僕 MJ だいたい182センチあるんです、身長。それに対してチビナダル肩ぐらいです。何センチですか？そうですね、僕162です。162、もうほぼ150代、はい、162ということはだいたい 3センチぐらいみんな居もりますからね。そうで、今回はその小さいっていう、まあ、162センチ小さいので、それでもこう強くサーブが打てるっていうコツみたいなのを聞いていけたらいいかなと。ジュニアとか必見ですよね、結構。はい、ぜひ教えてもらえたら嬉しいかなと思います。お願いします。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、はい、はい、じゃあ次のダル、はい、サーブということで、はい、何かコツ意識してることやね、はい、コツがまあ自分で意識してるか。そうですね、よくサーブとかでやっぱ身長が高い人が有利とか言うと思うんですけど、うん、まあ、僕みたいに162cm 小さい身長の中でじゃあどうやって速くサーブ打つかって言ったら、まず絶対打つ前に絶対脱力します、うんうん、最初セットポジションを打絶対僕はもうここで全身の力で一時だけまずここ、あ、ここではもう力抜いておくんです。そうです、全身のほぼ脱力した状態で、一切打ってみた。いいよ、やっていいよ、バイト大丈夫です。まず、ここのベストポジションだと思うんですけど、もうこの時点でもう肩の力も手の力も抜いていただきまして、本当にそこのここだけ、ここだけですかね、インパクトってこと。そうですね、インパクトだけで力入れることになって、フットワークが最後使えるんですし、で、これが無駄な力入っちゃうと本当になんかこんなぎこちない動きになってしまうので、それでパワーが出ないっていう方が、ちょっと手伸ばしちゃって手伸ばしちゃって、僕が違うもん、はい、ペース1個ぐらい違うもんで、何が違うこれ？ペースイコールですから、ネットで考えるので、だけど、これぐらいになると全然違うと。これ確かにちょっと、まあ、取っちゃうとこやってるんで、まあ、いかしていきたい。確かに、多分、考えてるイメージは全然違うよね、そうですサーブで。はい、俺、どっちかというと、やっぱり高いから、上からって。そうですね、すごい叩き下ろすイメージがある。ファーストとか。やっぱそのイメージ持っちゃうと、まず、そうですね、もう、だからその出しになると、もう、もろ、ネットに。はい、じゃあ先の一つ目ということで、はい、脱力する、はい、構えた時に脱力、はい、でもう一つあるみたいな、はい、はい、ぜひ。そうですね、まあ、今脱力のことを言ったんですけど、もう一つはしっかり体全体を使って打つことです、まあ、どういうことかっていうと、体全体をしっかり使って打つことによって全体重をボールに乗せることができる。ちょっと打ってみます。はい、はい、さっき、脱力ってことを言ったんですけど、さっきはここだけの力で動いてくれたんですけど、ラップやね、ラップだけで全身を使うことで左に、体がよく回転してるね。野球で例えるとピッチャーがしっかり、しっかり土台を作って打つのと一緒で、サーブの時に体のしっかりひねって最後にしっかり盛り上がることが、しっかりパワーのあるサーブが打てることだと思います。もうちょっと、はい、もうちょっとやります。ここで脱力して、この後、ここはね、しっかり回転するよね、土台もしっかり作って打っていく。
で脱力してからやから、まあ、これまたパワーも生まれやすい。そうですね。で、内割りに一番大事なことが、内割った後、体がどうしてもこっちに流れてしまうっていう、僕の場合ちょっとあるんですけど、それで、そうなってしまうと、次の動作っていうのも遅れてしまうので、内割りはしっかり止まるっていうことを意識してもらえたらいいと思います。じゃあ、ちょっと最後、言ったことをまとめてみます。はい、そうですね。最初に、一つ目が、最初はしっかり脱力して、うん、そう。で、二つ目は、しっかり体全身を使ってその脱力した分しっかり最後ボールにパワーを乗せるっていうことが大事です、うんうんうん、なるほどね、はい、これでもあれやね、もうちっちゃい人だけでもなく大きい人でもまあ意識してもらってもいいんじゃないかなと。そうですね、もうパワー全般的の、うんうん、重要なところだと思うんで、そこ意識してもらえたらパワーの向上になるんじゃないかなと思います。でもいいね、小さい人でも、はい、サーブ強くなるんだよっていうのをちゃんと動画で伝えられたら、そうですいいよね。もうジュニアの頃からもう小さいことがコンプレックスやっぱりじゃあどうやってそのサーブをよくしようって考えた時にしっかり体の使い方と脱力が大事になってると思うんで、そこを意識したらいいんじゃないですか。はい、はい、じゃあ皆さんも、ぜひ試してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。